光から金曜日はドイツの作曲家カール・ハインツ・シュトックハウゼンによって作曲されたオペラで全7部からなるオペラチクルス・光の第5部を構成している。リブレットはシュトックハウゼン自身が書いている。金曜日には3つの音楽レイヤーがある。最初のレイヤーは電子音楽で舞台下から再生される。2番目のレイヤーは12組のダンサーによって模倣された。 具体的な音楽で構成されている。第3レイヤーは俳優が演じて歌う伝統的な舞台上のアクションで構成されている。キャンドルだけで照らされたロビーでは8トラックの電子音楽が聴衆を迎える。演奏時間は67.5分。提案イブは左から入り、二人の仲間、エルとルファが続く。ルドンは右から入り、挨拶を交わす。彼はイブが 息子のカイノと交尾するべきだと提案している。イブは怪議的であったが、彼らは子供たちを互いに紹介するために、再び会うことに同意する。子供たちのオーケストライブは、白人の子供たちを牽引して山から降りてくる。子供たちは楽器を持っている。エルとルファは子供たちの後ろを追います。子供たちは、行進しながら、個々の音符を演奏し、互いに呼びかける。ルドンは、 アフリカの打楽器を持っている黒人の子供たちと一緒に入る。子供たちは楽器を演奏し、更新しながら笑う。ルドンとイブは、二つのグループの子供たちが向かい合う時に、もう一度挨拶する。白人オーケストラは、音楽を楽しむ、黒人合唱団のために演奏する。イブは合唱団と一緒に歌い、指揮する。児童合唱団少し間を置いた後、黒人合唱団は、 白人オーケストラを応援し、楽器を使って拍手を送る。ルドンは黒人が唱団に合図を送り、彼らはアフリカの打楽器で歌い、演奏し始める。ルドンは一緒に歌い、24人の子供たちのそれぞれにソロを演奏するように合図します。イブと彼女の子供たちはパフォーマンスに魅了され、それが終わると野生の歓声と笛で吹き鳴らす。ルドンはイブに、 子供たちが一緒に遊ぶべきだと提案し、彼女は同意する。子供たちのトゥッティ・イブは白人オーケストラだけが演奏する最初の小説にダウンビートを与える。ルドンは2番目の小説を指揮するが、これは黒人合唱団だけが演奏します。イブは合唱とオーケストラの両方が演奏する3番目と4番目の小説を指揮する。各セクションの後には沈黙が続く。 4小節目以降、ルドンはイブにアンサンブルの式を丁寧に依頼し、合唱に参加して歌います。エル、ルファ、シンセバードが同行する。音楽はみんな元気に演奏されて、最後はみんなが笑う。イブと彼女の子供たちは、ルドンと彼女に別れを告げ、彼らは出ていく。出発中、子供たちは一緒に演奏した音楽の断片を笑いながら演奏し続ける。 彼らの笑い声と音楽の音は遠くに行くほど柔らかくなっていく。同意ルドンが入ってエルとルファと不思議に現れるイブを待つ。ルドンはイブに黒いお守りを与え、息子のカイノと交尾するようにもう一度彼女に頼む。彼は彼らの子孫が人類の進化を助けるだろうと主張している。イブは同意し、お守りをルドンに返す。驚いたことに彼女は エルとルファと一緒に姿を消した。演奏時間は81.5分。打点圧自体は夜空にはないが、月は湖に映っている。夜行性の鳥の鳴き声が聞こえる。若い黒人のカイノが右から入ってくる。彼は湖を見渡して、レンゲ座に座る。イブは湖の向こう側からボートで近づいている。エルとルファは彼女の後ろに立っているので、長い音を出している。 女性は透明なドレスを着ており、ボートは沖合で止まる。イブがカイノと出会うと、ボートはさらに外側に移動する。彼女は彼の膝に座り、彼女の足は彼の腰を抱きしめている。エルとルファがボートから同行する間、彼らは一緒に歌う。イブはボートを召喚し、ボートに向かって歩く。彼女はカイノに背を向けて座り、カイノはボートが出港するのを眺める。 ボートが消えると、驚々しい舞台裏のテナーの声が、イブ、私たちの子供たち、と叫ぶ。真っ赤な島が空から湖を横切って、そして正面玄関の外の観客を横切って流れ落ちる。子供の戦争舞台裏から子供たちの声が近づいて、来るのが聞こえる。彼らは歌ったり叫んだりしている。白人の子供たちは、左から軍服を着て、 おもちゃの武器を持って入る。彼らはステージの右側に繰り返しレースをし、武器で音を立てながら左側に戻る。急いで彼らは右に出て、槍、弓などのより単純な武器で戦っている黒人の子供たちと戦ってステージに戻る。戦争は熱狂に達し、黒人の子供たちは殴打されたように見える。彼らは助けを求めて合図し、巨大な翼のある際が、 右から入ります。四人の男の子が背中に乗って白人の子供たちに矢を放つ。サイは戦場の周りを突進し、火を吐く。イブは子供たちを守るために飛び込む。黒人の子供たちとサイがステージの左側で彼らを追いかけると白人の子供たちはイブと一緒に飛び去り、戦いの音は消え去る。ザンゲイブ、エル、ルファは湖で目覚め、騎士に飛んでいく。 イブはカイノに恋をしたその場でひざまずき、彼女は祈りのジェスチャーをしながら歌う。彼女が歌うとき、彼女の主人と彼女の夫について考える。彼女の歌は、彼女の神からの許しをもたらし、三人は姿を消す。エルファ最後のサウンドシーンの後、エルとルファは左からプレイしながら入る。彼らは自分たちの楽器を通して何が起こったのかについて話し合う。 12組のカップル全員が見入り、同行を見守っている。デュエットの最中に、ルファは12組のカップル全てを見て、食い改めますかと尋ね、12組のカップル全員が一緒に、はい、食い改めます。と叫ぶ。螺旋の合唱エルとルファが退場した後、サウンドシーンに登場した6組のカップルがキャンドルを持って集合し、タワー上のキャンドルの形になる。 螺旋の合唱を歌いながら、彼らが作り出した大きな炎は、ゆっくりとした螺旋を描きながら上昇し、天国へと消えてゆく。オペラの電子音楽は、観客が劇場を出るときに、ロビーで演奏される。ロビーは濃いオレンジ色の霧に包まれており、聴衆が去った後、音楽はフェードアウトする。ありがとうございます。